大沢健司です。今日はですね、とんでもない人とコラボすることになりました。マジでびっくりしますよ。ボクシングスーパーフェザー級スーパーチャンピオンですね、ノックアウトダイナマイト、内山隆さん。おー、いやー、すごいです。いやー、来ましたよ。とんでもないですよ。見てました、僕。あ、だす。テレビで見てました。はい、本当ですか。もう嬉しいですね。テレビの人ですよ、もう。内山さんの方 の、 あの、はい、チャンネルともコラボさせていただいて、はい、僕の熱い思いを、いや、もうたっぷり聞きました。めっちゃ熱い思いを語らせていただいて、ね、はい、楽しかったです。めっちゃ面白かったですよね、はい、うちの、はい、最強の相棒がいるんで、はい、ちょっと呼んでもいいですか。はい、で僕と対戦するんですか。そうっすね。マジっすか。ビッグカモン、カムヒア。ジョー、ビッグジョー。おー、何話した僕と。何、柔道対決か。柔道対決。ビッグジョー体重が180キロありますから、はい、僕 3人分ですね。そう、62、3キロなんで。63、はい、3人分ですね。今日やっていただくのは、あ、ありがとう。Thank you! Thank you! ビッグジョーチャレンジ。今日、あの、もうラスボスですから内山さんいたら、はい、え、どうなのっていう最強の、あの、盾と矛じゃないですか。盾矛ですよ。え、僕はじゃあ、ビッグジョーと何をすればいいですか。もし、内山さんが20秒、ジョーのこのボディを叩いて、ジョーを効かすことができたら、ちょっとやめてくれっつって、ボーナス1万円あげます。あだす、あだす、やります、やります、やります。これ、マジで分かんないですよね。で、ちなみに、内山さんのところに通ってる、今や MMA 界の至宝、甲斐朝倉がミット持ってますよね。あの、カイのパンチどうですか。結構強いです。はい、14秒カイダメです。全然ダメです。いやー、なんかでも俺も散々いろんな相手をね、腹で落としてきたけど、そうですね、3人分ですからね、僕の。そうですね、はい、今までどのくらい体重差の人と戦ったことがありますか。今までね、やっぱ一番大きい人で90キロぐらいですね。 90? はい。スパーですか。スパー、マススパーとかやったことあります。まあ結構当てる感じの。マジっすか、はい、でもね、それでもボディで落としたことありますよ。マジっすか。でもその倍ですから、さらに。え、どうなんだろう。いや、でもちょっと僕もここまでね、でかい人を始めたんで、はい、ちょっと試してみたいですね。 Do you have confidence? I have confidence. Yeah, I have 自信あるよ。ジョー、大丈夫？問題だよ。おー、ほんとに。はい、ノープレボ。問題ない。いやー、これは本当に分かんないですね。本当に分かんないです。はっきり言って、もうこれ以上ないですよ、はいはいはい、これで封印ですもんね。これで封印、はい、なるほど。ラストですね。ラストですね。分かりました。ジョーに辛い思いですね。ジョーで今度ちょっと楽しいことしながら僕らに。いや、これで受ける。うわ、これでもやばいっすよね。絶対効くと思うんだよな。あ、お願いします。いきます。おー、行きましょう。ジャンプ行きましょう。よし、ガッツ。おー、おー、来た。はい、おー、右上げ。おー、やばい。いや、インパクトがやばいっすか。音が違う。右、左の方で行ってもらってもいいっすか。ちょっと怖いっすもん。行きましょう。軽めに行きましょう。はい、そう、いいっすか。おー、いいね。あー、重い。あー、あー、重い、重い、重い。ドンってきますね。その他の人よりもなんかこう面でくる感じしますね。ドンってくる感じなんですよね。なんか重さが。行きましょうか、はい、もう一回右ボディ、右が、はい、そうですね。おいしょー。うわー、やばい。おいしょ、おいしょ。何パーセントですか。まあ今でも7割ぐらいですよ。7割ぐらいです。うわー、振ればもっと強く出ますけど、僕基本的にボディあんま振らないんで、こう
こっからこう出したやつね、はい、こっからもっとこういけばもっと強くなるんですけど。じゃあ違う。そうでんじゃん。OK。 え、OK。 おお。オンエナよ。あら。じゃあちょっと、はい、その前にじゃあ僕もちょっとだけ受けますからね。あ、そうなの。はい。ジョーばっか受けんなっていう、多分言われると思うんですね。僕があの批判をあの流す感じで一回僕倒れておきますから。倒れればいいんですよね。ええ、ただ内山さん 50% 受けてどんな感じかをジョーに伝えるの。そうハードですよ。それは受けてない。受けてみなくても分かるじゃないですか。そうそうハードですよ。いやー怖ー、超怖い。いや、マジビビるに決まってるじゃないですか。ビビるでしょ、ビビるでしょ。いや、大丈夫ですよ、もう力入れてれば絶対大丈夫です。そんなわけないじゃないですか。いや、本当に、力入れてればもう大体大丈夫ですよ。ですか。はい、いいですか。はい、よいしょ、もうちょい、もうちょい大丈夫ですか。よいしょー、すごい。じんわりきますよね。波がじんわりきたんですよ。これが一回波が収まるの待ってから。いや、こうブワーンちょっとずつ来てるんで、この波が後ろに消えるまでちょっと待って。さっきの7だとしたら5と7の差は大きいですよね。5と7が 20% 以上離れてますよね。微調難しいです。さっきの7を素で受けるのは超危険ですから。じゃあ、あの 80% ぐらい上げましたね。100いただか100は絶対ダメです。100は折れちゃうから80いただくということで。そうして、はい、これ、いきます。はい、波動が、波が、うわあ、すげえ、重い、重い、大丈夫ですか。 So heavy. How did you figure? How did you figure? I was scared for you. It's scared for you. お前にとっては、お前にとっては怖かったよなって言ってますね。Your turn. Yes. One night out!いやーすごいっすねやっぱ、でもやっぱね、チャンピオン引いてないっすよ。どうっすか。いや、もうやっちゃいますよ、ほんとに。さすがですよ、怖い怖いでしょー。いいよー。おーすごい、怖い、怖い、怖い、やばい、やばいっすね。え、ちょっと軽く行かせていいっすか。ちょっと軽く大パンチ。 OK、 全然、ノープロブレム。おー、怖い。ビッグジョーチャレンジ最終決戦、ラスボス。よっしゃ、いや、行きましょうじゃん。いや、マジでドキドキしますね。いきますよ、よーい、スタート。よっ、よっしゃ、出して、おー、どうだ、ちょー、よー、10秒、まだ10秒、よー、どうだ、いけるのか、マジか、マジか、いったー、すげー、めちゃくちゃ柔らかいサンドバッグというか感覚がない、その人を殴った感覚がない。全然違う感覚、本当に。結構いろんなとこ狙った感じですか。
まあ基本はもう溝ですね、はい、狙ったんですけど、もう分かんない、もはやもうどこが溝か分かんない分かんない、どこのが正解なのかもうどっちか分かんなくなってきて How did you fare? I'm out of him I was scared at first 最初は怖かったけど Because punishment Yeah. Yes. But I think 5-10 seconds in I knewVery strong. Very 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 strong.いや、すげえ本当にジョーン、いや、すごい、いや、全然聞かないもんですね、やっぱり。いや、すごいっすね、すごい本当に。これからもまた、あの内山さんとか、はい、いろいろね、ぜひなんか一緒にまた、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。強くなりたいやつはチャンネル登録しろよ。